はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの内積丸三をお送りします。で、これで内積が3本目で、今回もポイントを含めて全部で4問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でですね、今回実は話がガラッと切り替わってるんです。タイトルは内積でつながってるんですけど、何が変わったかって成分が出てくるんです、こっから。いい？で、今までのベクトルの内積1と2、前回と前々回の動画に関しては成分がなかったので、成分がないタイプの内積をやったんですけど、ここで成分が入ってきた内積も覚えてもらいます。で、両方しっかり覚えてください。ちょっとめんどくさいんですけど。で、今回はそのね、A ベクトルがこういう A1、A2 っていう成分で表されてる。で、B ベクトルが B1、B2、まあ成分のことで表されてると。で、この時、内積ってどうなりますかっていう、成分の時ね。で、これはすげえ簡単ですよ。もう覚え方とかじゃない。すげえ簡単。で、どうするかっていうと、先に書いちゃうとね、若干ね、こう書くと、一瞬ね、教科書とかワークとかで見るとさ、ややこしそうに見えるんだけど、結局やってんのは、X 同士かけて、Y 同士かけて足してるよっていう、それだけ。左と左をかけて、右と右をかけて足せばいいっていう。それが内積なの。で、必ず、そのね、成分じゃないパターン、今までやってきた内積は、A ベクトル、B ベクトルは、A ベクトルの大きさかける、B ベクトルの大きさかける、その2つのベクトルのなす角のコサインだね。で、これも絶対覚える。両方使うからね。っていう感じ。まあ、今回は成分が登場しましたよっていう。これを覚えてください。で、まずね、それを使った問題が2番です。A ベクトルが4の5、B ベクトルが3のマイナス2、こいつの内積を求めようと。で、もうこれはもう公式、そのままです。内積なんでね。2番。左同士をかけて、あ、一応書こうかね。A ベクトル、B ベクトル、内積は試算12で、こっちかけるとマイナス10足せばいいから、普通に書いて計算して2終了っつってね。まあこんな感じです。まあすごく使いやすい。で、次の3番4番は両方ともナス角シータを求めます。で、3番に関しては成分が出てきてないので、これで解いてください。で、4番は成分なんで、まあ、結構これ使うんだけどね、結局これ使うんだけど、まあちょっとね、この成分の、こっちの知識も入れつつ解いていきます。で、今まで一番、動画のね、前回、前々回では、ナス角求める問題まだ出してないんですけど、こういう風に、角度求めろっていうのも結構出てきます。でも、使うのはこの公式です、基本的に。でね、この公式、変形すると、結局、コサインシータだけ残したいので、例えばコサインシータが2分の1って分かれば、シータ60度とかそういうの分かるからさ。で、コサインシータイコール、A ベクトルの大きさ、B ベクトルの大きさ、分の内積っていう、この公式があります。で、あ、またも覚えるのめんどくさいって、ね、かゆい感じもするんですけど、結局これ変形してるだけだから、これをね、両辺 A ベクトルの大きさ、B ベクトルの大きさで割ってください。これ。で、両方とも分母につければ、例えばこっちに A ベクトルの大きさ、これね、B ベクトルの大きさを割れば、この状態が出てくるし、こっちに持ってくれば、これ約分で割れるから、コサインシータだけが残るっていう。結局これを変形したのがこれです。だから別に意図的にね、これを覚えなくても、そこから変形すれば持ってこれるじゃんって、そこだけ覚えてもらえれば大丈夫。で、この状態でもう A ベクトルの大きさ分かってる、 B ベクトルの大きさ分かってる、内積分かってる、あとは入れるだけっていう。いい？この問題はね。で、入れると3と2で、内積がマイナス3か。これ約分するとマイナス2分の1でしょ。で、コサインシータがマイナス2分の1になるのどこかって考えた時に、これで120か、コサインシータ。だから、θ イコール、
120度って合ってるよね。90度と120度だね。で実は240度かなもうコサインシータってマイナス2分の1なんだよね。だけどこれ今回書いてないですけど、シータっていうのは0から180です。必ずそこでしか満たせない、使えないからこの公式ね。なので0から180度の間の答えだけ書いてください。120度ってね、まあ、これがナス角の出し方です。で4番もナス角を求めに行くんですけど、ちょっと成分を使わなきゃいけないと。なんだけど使うのはこの公式です。結局はでもう一回書くと、コサインシータイコール A ベクトルの大きさ B ベクトルの大きさ分の内積だと。で多分なんだけど、教科書とかワークとか見るとね、結構この後公式もう一個書いてあるんだよ。ルート、A1 2乗プラス A2 2乗みたいな、いろいろ書いてある。でそれ覚えてもらっても構わないんですけど、自分は別に覚える必要ないと思ってて、結局ねこの成分が分かった状態で A ベクトルの大きさ B ベクトルの大きさ内積って全部出すことができます。みんなすでに。でどう出すかっていうと、これ一応こっちか、あこっち書いておくか。A ベクトルの大きさっていうのは成分分かってるでしょ。左側の2乗プラス右側の2乗にルートつけたものって、これ前やったね。左側の2乗プラス右側の2乗にルートをつけたものだから1でしょ。2乗すると4でしょ。2乗すると足すと5じゃん。だからそれにルートをつけたルート5が A ベクトルの大きさになります。これ成分から大きさの出し方、まあやったやつだからね。で B ベクトルの大きさも同じようにやると2乗して9、2乗して1、足して10だからそれにルートをつけてルート10、これが B ベクトルの大きさになる。で内積どうするんだっけって、内積は今上でやったように成分分かってたらさ、左側同士かけて右側同士かけて足せばいいんでしょって。だから左側をかけるとマイナス3、右をかけるとマイナス2、足すとマイナス5と。であとこれ計算します。いいかな。でちょっと右側が危うくなってきたので、ちょっと下下ろすね。で下ルート50なので、ルート50は5ルート2でマイナス5で、5約分できるのでマイナスルート2分の1です。いいかな。でコサインシータがマイナスルート2分の1は135度なので、下入るね。シータイコール135度で、さっきも言ったようにこれ使ってる時はシータは0度から180度の中に入ってなきゃいけないんで、この答えだけを書いてください。いいかな。まあこんな感じでぜひね、成分が出てきても解くことできますのでね、やってみてください。では今回は高校数学数 B のベクトルの内積丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回がですね、まだまだ続くんですけど、で次回は問題を3ポイントなしだね、問題3問やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。